翼はなぜこんなに苦しそうなんだ。それはバトルの中で聞き出すしかないドラね。次回は翼の切り札も登場するドラ。全力でぶつかってこそ分かり合える、それがシャドバだ。その意気ドラ。次回だからシャドバは面白い、バトルシャドーバース。